こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、前回こう、あ、前回というかね、この前こうやってね、インゴットね、アルミのインゴットとか作ってみましたんで、これをね、フライス、これ今年買ったやつなんですけど、フライスでちょっと削ってみたいと思います。今回ね、削るのはこのアルミとこの真鍮ですね、真鍮これと、あとですね、まあこの鉛もちょっとやってみようかなと思います。はい、ではですね、これまずチェックいきましょうか。これね、実はちょっとやってみました。はい、少しねやってみたんですけれども、どうしようかな。あ、こっちから先の方がいいな。これね、真鍮、ここもね、一応ねやってみたんですけどね、これ綺麗にこんな感じでね。で、真鍮の方がね、アルミよりもね削るの楽ですね。もう真鍮の方が硬いっていうかですね、まあしっかりして曲がらないんで、真鍮の方が硬いからこうやりにくいかなと思ったら、実はそうじゃなくてですね、真鍮の方がですね、真鍮の方が扱いやすいっていうかですね、ちゃんとですね削れます。はい、一応ね、固定しまして、よいしょ、そしてですね、ここの部分をね、ちょっとだけちょっと綺麗にしたいと思います。おっと、これちょっとね、下がねしっかりしてないんで、あれ、あ、これ以上いかないな、これ以上いかないな。どうしようかな。あ、こうじゃない、逆だ。ちょっとなんか引こうかな。はい、下にねちょっとね引きました。これここ作業台じゃないんでね、これキッチンですね、台所なんでね、これで大丈夫だな。まあ、ざっくりとですね、はい、削ってみます。あ、電気入ってる。電気が入っておりません。
丁削りました。はい、こんな感じでね。はい、真鍮はね、わりかし綺麗に削れますね。はい、ほんじゃですね、今度はですね、ちょっと上に見えまして、今度アルミをね、削ってみたいと思います。バイスがちょっとやりにくいですね。なかなか、ここの角のところを落としてみますね。ちょっとこうカクカクってこういう形で、ね、削ってみたいと思いますけれども、いきます。はい、一応削れました。どんな感じかっていうと、はい、これですね。ここを削ってみました。まあ、わりかし綺麗に削れますね。はい、直線を非常によく切れます。はい、まあ、真鍮の方がちょっと切りやすいかなと思いますけどね。今度ね、鉛をちょっとやってみたいと思います。これはどうなんだろうな。あまりは柔らかいんだけど、どうですかね。はい、いきます。
鉛はですね、こっち下側はいいですね。下側っていうかこう削ったんで、こっちの下の面はいいんですけど、横の面ね、これがなんかちょっとギザギザになっちゃいますね。柔らかいからかな。もうちょっとあれかな、ゆっくり削ればいいのかな。まあまあ、あとこれヤスリでね、少しね磨けば綺麗になると思うんで、一応ですね、この真鍮とアルミとですね、鉛を削ってみましたけど、まあ問題なく削れますね。はい、ということで、まあ特にですね、ラジカセとかウォークマンの部品ですね、やりたいと思います。これを使ってね、まあ一番やりたいのはね、DDQ のですね、ヒンジの部分ね、これで作りたいと思いますんで、ね、これだけ綺麗に作れれば、切れればね、全然問題ないんでね、前はですね、以前は手でですね、ヤスリを使って作ったことがあるんで、それに比べれば全然ね、楽ですね。ヤスリでこれだけね、綺麗にスーッとね、まっすぐ削ると非常に大変なんでね、はい、時間も確かに2週間ぐらいかかっちゃったんですよね、作るのにね、1個作るのにね。これだったらまあ1日かからないでできるんじゃないかなと思ってます。ヒンジだけでね、オークションでね、前に出てたことあるんですよね。それがね、1個ね、6000円とか8000円とかで売られてたんでね、それだけね、まあ貴重なんです、部品なんですよ、貴重な部品で。それと僕がね、なぜちょっとやりたいかっていうとですね、もう金属疲労が来ててですね、DDQ っていうのは、まあ、下手すると20万とかですね、するんですよ、動くものでね。それのね、ヒンジの部分がもう劣化っていうか、金属疲労を起こしてて、薄い 0.5 ミリのね、厚さの部分がですね、ちょっとなんかするとポキッと折れてしまうんですね。なのでそこをなんとかしたいっていうのもずっとあったんで、で、今回ね、このフライス版買いましたんで、ちょっとやってみたんですけれども、まあ精度の方はちょっとまだ分かりませんけど、でもね、まあ手でね大丈夫なぐらいの部品ですから、精度関係なくですね、これでできると思います。はい、ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、できればね、これもね CNC でコンピューター制御にしたいんですけれども、こことここと、あとこの Z 軸ですね。で、ここのね、Y 軸、X 軸はですね、そんなに難しくないんですけれども、こう Z 軸がね、ちょっと面倒なんですね。なんかキットが売ってるとか売ってないとかね、ちょっと微妙なんですけれども、なんとかね、この部分ね、改造してですね、いずれね、CNC にしたいと思います。で、CNC にするときに、してどうなるかっていうのはこれで分かりましたんでね。はい、なので、コンピューター制御にするとこの辺がね、 R 取ったりとかですね、そういうのが非常に楽になって、まあ真鍮アルミ、まあ真鍮はね、非常にすごく削りやすいですね。はい、 CNC のね、こういう金属ができないんですけど、あるんですけれども、安いね、中華製のね、やっぱね、金属が削りたいんでね、これ買いました。はい、どうもありがとうございました。これエクスポ、これはね、宝山というやつですね。宝山っていうところのやつなんですけど、どうもね、プロクソンかな、まあ同じものだという話がありますけれどもね。はい、僕は宝山の方を買いました。はい、失礼します。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。